僕の名前は坂田和弘。今年で22歳。初等社会の2年生。訳あって2年間北予備に通うことになったけど、今では楽しい大学生活を送っている。高校の時は陸上部に所属していたけど、新歓でアメフト部に出会って人生変えられて、今ではアメフト一筋。今日はこの PV でアメフト部について紹介する。お、こいつは同じアメフト部の松原蓮。こいつも訳あって1年間予備校に通っている。今日はみんな PV を見てアメフト部を知ってくれよな。アメフト部がどんな部活か分かってもらえたかな？そろそろ僕たちも練習に行く時間だ。みんな少しでも興味を持てばグラウンドにレッツカモン。
今日の練習を振り返ってみて、なんかみんな冷たかったね。チームプレーなんやって誰か一人落ち込んどったらみんなで励まし合う声かけてやろうよ。はいはい、みんなこれじゃ個人プレーになっと11人でやっとるやつよ。もっと頑張っていこうや。はいはい、どんだけ下がるとか OK。 今日はね、ちょっとロケできた。俺はみんなの背中借りて倒させてもらったけど、はいって言う。今日は最後まで笛鳴るまでブロックできた。逆サイドやけんでプレーやめてない。俺が通り過ぎた後ブロックやめてない。やめとうやろ。俺らは他の一部のチームと違って体も小さいし技術もない。そのくせタックル思い切りいかんとか、こういう風に最後までプレー続けんとかつまらんことしたら勝てるわけないや。全敗するよこのシーズン。男なら誰かのために強くなれ。ぶつかり合って精一杯やってみろ。泣いてもいいよ、また笑えればいい。ただそれだけできれば英雄さ。
But don't give me choice, 'cause I'll just make